おはようございます、えー、今日の話は、結局、しつこい人がすべてを手に入れるという、岩正康ささんの本の中から、しつこい人が成功するという題で書きました。コツを求め、ビジネスパーソンの行動や言動の肝は何かしつこく探り,りました。その結果、見つけたんです。成功を手に入れ、より幸せに生きるためのコツを。例えば、ジョブズ氏は、成功と失敗の一番の違いは、途中で諦めるかどうか。 ベゾス氏は、発明して、着手して、また発明して、もう一度着手してやり直して、同じことをまた繰り返す、これを何度も行うんです。作り手は成功への道は直線ではないと分かっています。マスク氏は、イーロン・マスクですね、根気強さはとても重要だ、諦めることを強いられない限り、あなたは諦めるべきではないといった発言をしていますすもううかりででねそうなんです。 成功者に共通しているのは諦めないこと、根気よく続けること、要はしつこさなんです。これと決めて、えー、しつこく突き詰めた結果、彼らは成功を手にしました。このほかにモビル・ゲイツは、私は物事をとことん突き詰めるのが好きなんだ、そうすれば大抵良い結果が出るから、孫正義氏は、しつこくしつこく考えて完成度を上げるなど、しつこさ、根気強さの重要性を語っています。 特別な才能や環境ではなくしつこさこそ最強の成功哲学だったのです。とはいえしつこい人というと世間一般には物分かりが悪いとか察しが悪いとか相手を嫌な気持ちにさせるとかネガティブな印象が浮かぶかと思います。しつこさにはいいしつこさと悪いしつこさがあり大事なのは前者です。失敗したところでやめてしまうから失敗になる。成功するところまで続ければそれは成功になる。 とパナソニックを一台で作り上げた松屋幸之助さんは言いました。諦めずにコツコツと続けること、しつこくやり続けること、大事だけれどなかなかできないことではないでしょうか。いいしつこさが幸せな人生を作る。まずは幸せに生きる大前提となるこのコツをしっかり意識しておきましょう。しつこいというのは継続する力があるということです。それはグリッド。 やり抜く力ですね諦めない力習慣力粘り強さレジディエンス等々の言葉で言い表されますアンジェラ・ダクワーシは「やり抜く力グリッド」という本の中でですね成功するものと失敗するものを分けるのは何かについて述べていますそれは才能ではなく並外れた熱意と努力を継続する力だとつまりどれだけやり抜く力があるかということですどんなに才能があろうとやり抜く能力 力つまりしさがなければ成功することはできないということですね。じゃあ今日はこれで終わります。